どうも、隊長です。ウィニングレブン2018 Become a Legend やっていきたいと思います。試しに逆オファー送ったらまさかのね、OK もらっちゃったっていうね。しかも、逆オファーだけじゃなくて、3つぐらいクラブからオファー来てるんで、面白くなってきたね。いや、ただちょっと逆オファーしたクラブ行きたいな。まあ、逆オファーしたクラブはね、ドルトムントなんですけどね。まさかの OK もらっちゃいました、これ。で、まだシーズン終わってないんですけどね、シーズン途中のその移籍市場で、冬の移籍市場で、試しに逆オファー送ったら OK もらったと。で、今のドルトムントは、星が 4.5 か。うん。ただ、香川がいなくなってんだよね。どこ行った？あ、いたいたいた、ベンチ外いたわ。ベンチ外にいた。そっか、香川の適正ポジションがないから、入れないんか。まあ、僕は一応 OMF、トップ下と CF の、ポジションがあるので、まあ、次は CMF のポジションを防衛ようかなと思ってます。で、他に来たオファーなんですけど、スウォンジー、ウェストブロムウィッチ・アルビオン、コリンチャンスね。この3つのクラブが来ましたね。まあ、さすがにプレミアはもうないかな。ヨーロッパのね、ビッグクラブの一つについにね、移籍することにできましたね。早かったな。でも、カリアリでしょ、ブライトン、ドルトムント。大出世じゃないですか。まあいいや。で、ちなみに、バイエルンミュンヘン戦はね、ベンチメンバーに入りました。移籍してきて早々ベンチメンバーに入れられるというね、期待されてんね。で、監督信頼度36。低いなぁ。低い。うん。まだ19歳ですからね。まあ、希望ポジションもあるんだけど、まあ、ドルトムント433、センターミッドフィルダー2枚だから、トップ下がないから、まあ、前線だったら別にどこでもいいか。さあ、ドルトムントは433のフォーメーションですね。センターバック、エメル・トプラク、バルトラと並んでて、まあ、ローデ、カストロ、で、マフムド・ダフード、顔なしか。で、右がプリシッチね。まあ、隊長おそらくカストロの位置かダフードの位置だよね。まあ、オーバメは移籍しなくてよかった。ただ、香川がベンチ外か。ゲッツもベンチ外か。で、バイエルンミュンヘンですが、4231。左と右は顔がないんですが、フランク・リベリーと、キングスレイ・コマンが出てます。まあ、顔は似てないですけどね。あと、サニアが右サイドバックか。ロッペンもいるし、ミラー、ウェルベックが移籍してきてんね。おぉ。
いやー、ビカムアレジェンド初めてのブンデスリーガ移籍。しかもバイエルン戦はベンチメンバーというね。強烈レバンドフスキー、早速だ。ドルトムント相手に先にゴールを決めました。レバンドフスキー、ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。相手の方も目が覚めるいい一発になって、シュート追加点。はや、やばすぎだろレバンドフスキー。ボール渡すだけでなんかどうにかしてくれそうだよね。いやー、ちなみにリベリーの顔はこれです。キングスレイコマンの顔はこれです。え、ボロボロじゃん。前半で3失点ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。そうですね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、はい、これがゴールを生み出しましたよね。サイドを縦に走らせます。抜けるか、どうする。あー、ロイスいいシュート打つ。プリシッチ、なんとか1点返したか。前半終了間際、お、隊長出てきた。どこのポジションだ。なるほど。センターフォワードだ。マジか、オーバメヤン下げちまったか。期待に応えよう。自分がボール持ってる時は取られないように意識をするフランク・リベリー。リベリーの、いやー、うまい。いや、いいんじゃないこれ、いいんじゃない。あー、隊長ナイパーだけだな。ディフェンスへ戻る。フォワードなのに。オッケー、ポジション守ってねえけど、いいよ、うまい。はい、打て。あー、惜しい。最近コーナーから決めてないですけど、隊長、あー、主審、上を口に加えて今試合終了です。3対1、ドルトムント惜しくも勝ち点を取り損ねました。ボールがつながる、シュート、うまーい、きれいにつなげる。ブライトンと違い、いや、それ綺麗に通ってしまった。マジかよ、80分か、出してもらったの。マジか、無理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 、あっという間だった。この試合初めてです。そうですね、直接狙ったスター先制ドルトムント。素晴らしいプレーでしたよね。ドルトムント先制に成功、決めてきます。この辺をきっちり決めてくるっていうね、チームにとっても監督にとっても非常に頼りになりますよね。そうですね、そうすると中盤にスペースが出来上がってしまう。お、ようやく出れたぞ。後半74分です。前回であんま変わんねえ。まあ、でもドルトムって一応1点取ってますからね、前半のゲレイロのフリーキックで。これ取る、これ取ると、ピケ。いやー、もったいねえ。なあ、時間足りなさすぎ。試合終了です。あー、しばらくこの環境辛抱するしかないな。自分が選んだ道ですからね。フランクフルト戦もベンチか、見てろ今のうち。絶対最初からスタメンに出しておいた方が良かったとか思うぞ。監督信頼度 44%、 まあ、50% あたりから変わるかな。うん、変わると思う。それまで頑張るしかない。まあ、ということで、
ドルトムントへ今回移籍することができました。まさかねこんな大出世するとは思わなかったんでね、カリアリブライトンで、大した成績も出すことができないのに、なぜかドルトムントから逆オファーで OK と、まあ、ここからドルトムントで頑張って、頑張ってチャンピオンズリーグ狙える可能性もあるんでね、ドルトムントだったら頑張ってねスタメン取りたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne?